それでは続いて金口委員。委員長。金口、民主建設会の金口でございます。それでは早速質問に入ります。まず広島版ネオボラについてお尋ねをいたします。子どもを希望するすべての人が安心して子どもを授かり産み育てる環境を整備し、子どもとその家庭を切れ目なく見守る取り組みである広島版ネオボラは、平成29年度に私の地元であります尾道を含む3市町でスタートし、今年で6年目を迎えております。参加する市町は令和3年度末で13市町との決算報告ですが、今年度も三原市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町の4市町が新たに実施しており、合計17市町まで順調に展開が広がっております。昨年度広島版ネオボラの理念の再整備と評価検証を実施したと伺っておりますが、これまでの事業実施における成果と評価検証の中で浮かび上がった課題について健康福祉局長にお尋ねをいたします。健康福祉局長。広島版ネオボラを実施している市町におきましては、基本形であるすべての子育て家庭の状況把握と、医療機関、保育施設などの関係機関との連携体制の構築に重点的に取り組んでいただいており、昨年度からはこれらの取り組みについて評価検証を実施しております。評価検証の結果、全数把握の実施につきましては、母子手帳交付から乳児前期検診までの3回のタイミングで、ほぼ 100% の家庭の状況把握を達成しており、順調に取り組みが進められているものと考えております。一方、関係機関との連携につきましては、面談時にリスクありと判断された家庭のうち、事前に関係機関から情報共有を受けていた割合が 19.5% にとどまっていることから、こちらについては課題と受け止め、今後さらなる取り組み強化を検討する必要があると考えております。さらに全数把握の強化のために、国が求める面談回数から2回を追加し、3歳までに合計7回以上の面談を行うこととしておりますが、こういった面談回数の追加による効果につきましても、今後、検証してまいりたいと考えております。金口委員。面談対象者の状況把握率の昨年度実績は、ほぼ 100% と把握できたということでございますけど、新型コロナウイルスの感染症が広がる中で、妊婦が感染し、肺炎を起こした場合の重症化リスクや、ワクチン接種ができない小さな子どもたちがいる家庭においては、外出を控える傾向にある中、対面での面談を基本とするこの取り組みは、現場である市長においては非常に困難な状況であったと思います。特に保健所を有する福山市や呉市においては、新型コロナウイルス感染者のケアも保健師が中心となって行っていると思いますから、本当にご苦労があったものと考えております。そこで、コロナ禍で子育て家庭と直接の接触が難しい状況において、現場のネオボラ相談員が子育て家庭の状況確認や相談支援をしっかりと行えるように、県として工夫されたことの中から、今後も継続して実施できる具体的な取り組みについて、健康福祉局長にお尋ねをいたします。健康福祉局長。面談を実施するにあたりましては、対面で状況把握することを基本としておりますが、コロナ禍での感染リスクに配慮し、令和2年度から子育て中の保護者が自宅などでも相談・交流できるオンラインおしゃべり広場を活用したオンライン面談や、妊娠中の方などが助産師に出産や子育ての悩みや不安を相談できる広島助産師オンライン相談を全県で展開し、子育て家庭の状況把握を行うとともに、不安やストレスの軽減に努めているところでございます。また、ネオボラ相談員に必要な知識、スキルを習得するため、体系的なカリキュラムに沿って実施している人材育成研修について、
コロナ禍以前は対面で実施していたものを、昨年度からはより多くのネウボラ相談員が受講できるようにオンライン・オンデマンド型に切り替えるとともに、家庭との非対面でのコミュニケーションスキルを高めるための研修も追加する形で実施しております。このように感染拡大期においても安心して妊娠・出産・子育てができるよう、県としても様々な環境づくりに取り組んでいるところであり、今後も子育て家庭の安心感の醸成につながる取り組みを進めてまいりたいと考えております。金口委員、コロナ禍における苦労があった中、参加市場も順調に増えており、ほぼ 100% の面談対象者の状況把握を行っていることに、まずは敬意を表するものであります。今後とも取り組みの継続をお願いいたします。一方で広島市、大竹市、東広島市、江田島市、坂町、大崎上島町の6市町はまだ実施していない状況であります。もちろんそれぞれの自治体ごとに規模が異なり、事情もあることと思います。面談がこれまで国が求めていた5回だったものが7回に増えることにより、単純に負担が増えることや、これまで独自に行ってきた母子保健や子育て支援サービスとの兼ね合いもあり、実施をためらう場合もあると思われます。また関係機関との連携がまだ不十分であるとの課題があり、面談回数を増やすことによる個別の成果の検証は今後行われることですが、先月の常任委員会に提出された資料によりますと、検診などの通知を出しただけで自主的に面談等の場に来る家庭の割合が、出産後の4回について単純に比較すると 89.8% ですが、この事業に参加している自治体はほぼ 100% の 99.3% であり、この 9.5 ポイントの差は大きいものと思います。面談に来ない家庭の中には少なからず問題を抱えた家庭もあると思いますので、問題が小さいうちに発見し、関係機関と連携して対応できることを期待されます。この取り組みにより、広島で子育てをされるすべての人が地域に見守られ、妊娠・出産・育児を安心して行えると実感できるよう、着実に広げていただきたいと思います。広島版ネウボラの全県展開を目指し、残る市町の実施に向け理解を得るために、どのように対応されようと考えているのか、今後の見通しと合わせて知事にお伺いをいたします。湯崎知事。未実施の各市町におきましては、これまでの母子保健・子育て支援のやり方に問題が生じていなければ、変化を加えることに少なからず抵抗があるのではないかと考えております。そこで昨年度に実施した広島版ネウボラの理念の再整理にあたりましては、県内全市町の担当者と基本的考え方やあるべき姿について率直に意見交換し、見直しを行ったところであり、このプロセスを通じて未実施の市町とも理念を共有でき、賛同いただいているものと受け止めております。また取り組みの成果が見える化できるよう、評価検証の結果を全市町にフィードバックすることで、未実施市町にも広島版ネウボラの効果や必要性についての理解を深めていただくよう努めております。未実施市町に対しましては、今後もしっかりとコミュニケーションを図りながら、伴走した支援を継続し、県内のどこに住んでいても同じサービスが提供されるよう、令和11年度までの全県展開を目指して取り組んでまいります。金口。最後、要望でございますけど、母子保健事業の主体はあくまで市長ですので、県が旗を振っても理解を得るのが難しいというのも理解をいたします。しかし各市長単独では対応が困難な関係機関などとの広域的な連携を進めるにあたっては、県に調整の役割が期待されるところであります。また来年4月には子ども基本法が施行され、国に子どもに関する施策を総合的に推進する子ども家庭庁が設置されることになっております。どこの市町に住んでも広島県は子育てをしやすいと実感してもらうために、必要な制度や施策があるならば国に提案するなどして、しっかりと広島版ネウボラを推進していただくよう要望し、この質問を終わります。次に、特殊詐欺被害の防止についてお尋ねをいたします。昨年5月の警察商工労働委員会でもお聞きいたしましたが、
特殊詐欺の被害が依然として増加している状況にあります。市場施策の成果に関する説明書においても、特殊詐欺被害は被害額は2億円以下の目標が設定されておりますが、昨年の被害額は約4億7261万円と目標の2億円以上の被害が発生しています。令和2年の被害額の約2億4105万円と比べても、令和3年の被害額は2倍近い伸びとなっております。さらに令和4年10月までの被害額は5億8590万円で、今年も2ヶ月を残す状況にありながら大幅に増えてきております。確かに特殊詐欺被害がピークであった平成26年の約16億円に比べると被害額は減ってはおりますが、令和2年以降増加傾向は懸念されるところであります。特殊詐欺の手口として広く知られているいわゆるオレオレ詐欺は、昨年10月末時点の被害額は1億1500万円余りですが、今年10月末の時点で被害額は6600万円余りと大幅に減っていることから、近年の増加傾向にはこれまでとは異なる新たな手口が影響しているのではないかと考えます。特殊詐欺被害の増加と新たな手口等の状況について、警察本部長にお伺いをいたします。警察本部長。県内の特殊詐欺被害につきましては、平成29年から減少を続けておりました認知件数、被害額が昨年ともに増加し、本年は5年ぶりに被害額が5億円を超える深刻な情勢にございます。今年10月末の被害状況につきましては、認知件数は昨年とほぼ同数の174件でございますが、特徴といたしまして未払いの料金があるなど架空の事実を口実として金銭等を騙し取る架空料金請求詐欺が75件で、前年比23件増加したほか、キャッシュカードや預貯金通帳等を騙し取る預貯金詐欺が35件で、前年比20件増加しております。被害額増加の要因は、過去最高額となります約1億4000万円の架空料金請求詐欺が2件発生したことにあります。また新たな手口とまでは言えないものの、今年に入りまして架空料金請求詐欺では電子メールやショートメッセージを送りつけまして、架空のサイト利用料等を騙し取る手口の増加が見られるところでございます。金口委員。警察庁の広報資料によりますと、令和3年における特殊詐欺の被害者のうち 88.2% が65歳以上の高齢者であることで、本人はこれからの老後のためや子どもたちのために貯めていたものが一瞬にして奪われてしまう特殊詐欺は大変気の毒でありますし、犯行は絶対許すわけにはいきません。この資料によりますと、特殊詐欺において犯人が最初に被害者に接触する手段の 88.9% が電話によるものであるとのことで、中でも公的機関を名乗る者が税金や保険料などの還付を受けられると騙す還付金詐欺については 100% が電話で最初の接触が行われるとのことであります。やはり特殊詐欺の被害を防止するためには、高齢者の自宅の固定電話に対する対策を進めることが重要ではないかと思います。この固定電話の対策として、非通知電話の着信を拒否したり、電話内容を自動的に録音し、また相手に通知内容を録音する旨のメッセージを流す機能などがあるいわゆる迷惑電話防止機能付き電話とか防犯機能付き電話といわれるものがありますが、家電量販店などで購入することができますので、かなり有効であると考えます。この防犯機能付き電話の購入費用を、昨年5月の警察商工労働委員会では呉市と府中市が一部助成していると伺っております。また以前、決算特別委員会で我が会派の高平副委員長が、このような機能付き装置を貸し出している市町の状況についてもお聞きしております。ついては改めて防犯機能付き電話の購入助成や貸し出しを行っている自治体の状況と、これらの普及を目指す取り組みについて警察本部長にお伺いをいたします。警察本部長。
令和3年中の当件の特殊詐欺被害におきまして、犯人と被害者が最初に接触する手段は固定電話が 67.8% でございまして、そのうち65歳以上の高齢者被害が 97.8% を占めておりますことから、高齢者が犯人からの電話に直接出ないための固定電話対策は極めて重要と考えております。その取り組みの一環として、自治体によります防犯機能付き電話機の購入補助等の導入状況につきましては、県内では令和2年度に府中市が初めて導入し、現在8の自治体が実施していることを把握しております。また、貸し出し事業につきましては、現在、海田町が実施しております。こうした自治体による補助制度をさらに広げるため、各自治体を管轄する警察署の幹部が直接首長へ働きかけることなどを指示しておりますほか、広島市に対しましては、警察本部から直接働きかけを行っております。また、すでに実施している自治体に対しましても、制度の継続に向けた働きかけを行うことにより、普及に取り組んでまいりたいと考えております。金口委員。警察本部では購入助成や貸し出しについて各省に要請を行っているとのことではございますが、それだけでは普及はなかなか進まないのではないかと考えます。以前小野市の副市長に機能付き防犯機能付き電話の購入費用についての助成について提案をいたしましたが、その際に県でやってほしいと言われたことがございました。県として防犯機能付き電話の普及を目指して購入助成や無料貸し出しなどを行う自治体に対して費用の一部を助成することで一層の普及が進むと考えますが、このような助成制度の創設について環境県民局長にお伺いをいたします。環境県民局長。巧妙な電話勧誘から高齢者の消費者被害を未然に防止するために電話に出ない状況を作ることが重要であり、在宅中の留守番電話の設定や防犯機能付き電話機の活用はそのための有効な手段であると考えております。このうち防犯機能付き電話機につきましては、現在国の交付金において市長が住民に対して購入費を補助する場合に県を通じて市長が負担する経費の2分の1を助成する制度があり、またすでに在宅している市長におきましては住民への無料貸し出し用の電話機を購入する場合にも支援がございます。国の交付金を活用した購入費補助につきましては、県内で活用が始まった令和3年度は3市にとどまっておりましたが、先行実施している事例と効果を紹介するなどした結果、令和4年度には7市に広がり、さらに令和5年度から開始する予定の市長もあると聞いております。県といたしましては、警察本部と連携し、市長に対して防犯機能付き電話機の導入による被害防止効果の周知を図り、既存の助成制度の活用を促進することなどにより、高齢者の消費者被害の未然防止に取り組んでまいります。委員長、これまでも警察本部では、金融機関と連携した声かけや、さまざまな啓発活動を通じて、未然に特殊詐欺による被害を防ぐ取り組みを実施しております。しかし、詐欺グループは、警戒が強くなっている金融機関ではなく、コンビニエンスストアに設置されている ATM や、入手が容易で換金しやすいギフトカードなどを利用する手口など、手を変え、品を変え、詐欺を働いております。新たな手口や送金手段に対応するためには、これまでの金融機関に加えて、コンビニエンスストアなどの新たな対象とも連携する必要があると考えます。一方で、被害を未然に防ぐ取り組みも大切ですが、当然、特殊詐欺の犯行グループの検挙についても、引き続き努力してもらう必要があります。特殊詐欺は必ずしも県内に拠点があるわけではないので、捜査も広域化したり、場合によっては海外に拠点があることもあるので、犯人検挙が困難であることも理解はいたしております。特殊詐欺被害を未然に防ぐ取り組みと、特殊詐欺の元を断つための犯人検挙に向けた今後の方策について、県警本部長にお尋ねをいたします。警察本部長。今後の取り組みでございますけれども、積極的な情報発信を行うとともに、高齢者の中には手口を知っていながら被害に遭うといった事例も見られますので、社会全体で効果的に被害を抑止する仕組みづくりを念頭に、防犯機能付き電話機等の普及促進などにつきまして、協力に取り組んでまいります。また、犯人検挙でございますけれども、受け子等の検挙、犯行拠点の摘発、犯行ツール、提供事業者に対する取り締まりなどを引き続き推進するとともに、その背後にいるとみられる暴力団等、
犯罪グループの組織実態に関する情報の収集、集約、分析を徹底し、特殊詐欺の根絶に向けた努力を、取り組みを一層強力に推進してまいりたいと考えてございます。はい、ではよろしくお願いいたします。以上で終わります。